まあ、前田ですか、ぶどうちゃんです。今日も姫路城探索、3月14日にいきなりステーキ花田店がオープンしたので、今から見に行ってみたいと思います。えいえい。ポーン。はい、新しい淀川橋までやってきました。はい、位置感がありますね。はい、向こうには、姫路城が見えてます。そうですね、姫路駅前から4キロぐらいかな。でここからすぐ500メーターぐらいかな、先にいきなりステーキがあります。はい、もうすぐね、いきなりステーキが見えてくるんですけど、ここですね、山田ストアとかごちそう村、向こうには山田電機、エビオンとかね、丸亀製麺が、見えています。はい、丸亀製麺がありまして、ホームセンターですね。播州信用金庫とか、ありますね。鉄板ビュッフェが張った後ですね。あ、いきなりステーキ、ありました。見てください。来ました。あ、オープンは11時から23時まで。これもホテルモントレーと一緒なのかな。はい、出ました。ハッピータイム平日限定。なんと全品 10% オフ、夕方5時から6時半まで、こういうサービスがやってあります。ダイヤモンドカード、マイレージカードもね、こちらでも取り扱いがあるようです。はい、書いてありますね。東京銀座いきなりステーキ。これ皆さん気づいてました？ここロケットのマークがあるんですよ。知りませんでしたね。ステーキ。で、最後に炭火の炭。はい、もうこれもお馴染みですね。分厚いステーキは、大口開けて、ガブリと噛み締め、お肉を味わいながら召し上がれ。これとステーキの醍醐味。当店は 300g 以上が基本です。薄いお肉は旨味が逃げます。厚切りカットで肉汁を閉じ込めたら、レア焼きが絶対にうまい。じゃん。当店のスタイルは腹ペコで、いきなりステーキ。お腹がとっても空いた状態で、分厚い、美味しい、ビビな、ステーキをたっぷりお召し上がりください。これが本場アメリカの当たり前の、当たり前なんや、食べ方です。あ、これは、女さんでしょうか。明るい笑顔でにっこりこっち見てます。釣っております。はい、ということで、プロミンの取材通り、3月14日かな、おそらく。まあ、詳しい情報は姫路の種の公式サイト、見てください。オープンしています。花田店に姫路2店舗目のいきなり席がここにオープンしてますので、私もまた夜、でもね、ゆっくりした時に食べに行きたいと思います。それではまだまだ姫路探していくぞ。えい、ぽー。また、あなたの姫路の街でお会いしましょう。バイバーイ。